じゃ。おい。ありがとう。うん。おう、なんだお前。どうも、お出かけで兄貴。また例のソープっすか。うるせえよ、しゅ…すまい。人様ん家を覗き見か。あんたらはとぼけんな。とっくに分かってんだろ、清流会のもんだ。落ち着けよ。俺はここで一服してただけだ。誤解させたんなら謝る。ええ、極道に囲まれてそんな不手面してなきゃそれで通ったかもな。分かった、もう消える。それで勘弁してくれ。そうはいかねえ。どう遠慮すんな。うちの事務所の中に入れてやろうってんだからよ。こんな遠くから見てたって何も分かりゃしねえぞ。ところでお前、大道寺の人間なんだって。何どういう。さっき匿名でメールが送られてきてな。それがこの写真でよ。ご丁寧に、お前が大道寺の人間だってメッセージ。俺らを覗いてるつもりが、他の誰かさんに見張られてたんだよ、お前は。ざまあね。そんなのがうち。その写真を送ってきたやつ。いや、ただそ。おら！おわ！てめえ！
その写真の送り主には興味がある。だがお前らに用はねえ。こバカが寝言はねえ。何してやがる。悪いな、オロチクってやつが誰かし。ふざけんな。そういや一応き、ああなんだよな。この写真の送り主メールしてきたのは今日が。てめえに。確かにもう俺のぞきを袋に清流会の看板に。どの道。ああなるほど。では清流会と不当の襲撃は多分な。そっちだって最初。それより花はそいつは俺が大道寺の。ええ、匿名メールの差しタイミングで。つまりそいつがミスター A。 さらに言えば今この瞬間もあなたを。ああ、実は尾行は負けそうですか。やれないことはね。だが、もっとうまい使い方があるんじゃねえか。と言いますと。人気のないとこに誘い込んで、そいつらをつけてきて。なるほど、わかりました。私も一応。俺に用があるんじゃねえのか。思ったより多かったな。怪我さす気はないんや。おとなしゅうついてきてくれませんか。俺らはもうあんたの正体を知っております。やっぱり死んだっちゅうのは嘘やったんですな。ギリオさん、誰かと人違いして。何の話か分かんねえ。だがお前らが何者かは改めさせてもらう。そりゃ随分虫がええんちゃいます。お前は顔を隠さなくていいのか。俺はあんたの敵ちゃいますわ。せやけど場所変えて話せませんか。
ここにはすぐ大道寺の人間も来るんやろ。さあな。やっぱりお前の話は何のことだか。そういうことやった。お前らええな。相手は堂島の竜や。殺す気でかからんとやられんで。気張っていけ。シェイ。えい。やっとお顔を拝ませていただけましたな、キリュウさん。面白い。真打ち登場ってわけか。誰なんだ、お前らは。今からでも遅ない。あんたがおとなしゅうするんやったら全部話したる。そいつは聞けねえ相談だ。やろな。それでこそ堂島の竜や。せやろな。それでこそ堂島の竜や。
誰だ、お前は。俺ら大阪から来ました。八代目近江連合や。桐生一馬やのうても近江くらい知っとるわな。近江のもんが横浜で何してる。決まってるでしょうが、あんたを探しに来たんです。大阪にはまだまだ桐生一馬の死なんぞ新人もんがおるっちゅうことですわ。昨夜不当で襲ってきた目的は。もしほんまに桐生一馬が生きとったなら、誰かが大々的にその死を偽装したはずや。警察や役所にも顔の利く権力の持ち主がな。で、あんたの死んだ広島でそんな真似ができる連中といえば、真っ先に浮かぶんが大道寺一派や。そん中であんたとつながってそうな管理者を捕まえたかったんです。あんたが生きているかどうか、もし生きとったらどこにおるんか聞き出すために。花輪のことか。ええ、まずはよそのテロリストのふりしてアメリカ産に金塊の密輸を持ちかけました。多少怪しまれたでしょうが、気前を手数料弾みましたんでね。そして CIA は俺の読み通り、日本での金塊輸送を大道寺に丸投げした。そこまでやって初めて俺らは大道寺の実動部隊を引きずり出せたんです。初めそうですなら、もう管理直接あんたに接触。そのよう。さすがですね。ただ結果オーライってこと。まださらにすぐに場所を変えて。名前は。では続きは車の中で聞きますよ。時間はたっぷりありますから。なるほど。では近江連合は桐生一馬を探そうとして昨夜の襲撃を。ああ、ただの人違いだってのにずっと俺を桐生と呼んでる。なんぼとぼけだって無駄やで。俺は命じられた仕事を完了させるだけや。興味深いですね。あなたがそれを誰に頼まれたか全部聞くまで返しませんよ。俺の尋問はあんた一人か、花輪さん。それが何か。要するに今桐生さんに張り付いとるのはあんた一人きり。せやな。どういう意味だ。お前は何を。俺見てたぞ。今バンがわざとあの車に体当たりしてったんだよ。犯人の男。やべえぞ、行こう。一緒に来てください、キリアさん。俺らはあんたに力を貸してもらいたいんや。俺はキリュウって男じゃねえ。だが、
売られた喧嘩は買わせてもらう。なるほど、大道寺一派に首ははめられとるわけや。せやったらそれは俺らの方で外して差し上げます。何？獅子道やったれ。今ここにおる大道寺はそいつ一人だけや。殺しに何の躊躇もなしか。どういうつもりだ？そういうあんたは大道寺の犬になり果てたんか。何が伝説の竜や。笑わすな。花は離れてろ。みんなあんたが邪魔らしい。そのようで。獅子道、どすはあかんで。キリオさん殺してどないすんねん。ほな、半殺しでやめときます。好きにほざいてろ。行くぜ。あんたの力見せてくれ。さっきから小綺麗な喧嘩やな、キリュウさんよ。格闘技の試合ちゃうんやぞ。俺に勝ちたいんやったら殺さな終わらんで。弾の取り合いにルールなんぞありゃせんのや。暑苦しい野郎だ。ならお前と同じ戦い方で力でねじ伏せてやるさ。試したらどないや。そうや、あんたはそっちのが本性出とるけど見かけ倒しちゃうやろな。試してみたらどうだ、若造。よっしゃ、第二ラウンドや。楽しませてくれ。いい加減なしだ。
楽しませてくれ。拾えよ、構わねえぞ。殺し合いにルールはねえんだろ。老いぼれが俺に勝ったつもりでおるんか。もうええ、時間切れや。ゲリラさん、もう抵抗戦と一緒に来てください。花輪さんが死にます。あのよかったら。おう。上流、私の言うことをよく聞いてください。あなたにとって一番大事なものは何か、一番守りたい相手は誰か、そのことを考えれば今何をすべきかすぐに分かります。つまり私のことなど構わなくていいんです。私もプロだ。こんな状況になったのは私です。花輪、クソ、獅子どん、どうすもって何する気やった。目的忘れんな、車乗れ。せやけど貸しだ。この人たちはアモを見とったな。お前も俺もや。はよ乗れ。足のつかん飛ばしのスマホです。後でまた連絡します。初めからやり直させてください。せやけど余計な真似したら花輪さんはもう生きては帰れ。横浜の海に沈んでもらいます。どういうつもりだ。俺はあんたとゆっくり話がしたいんです。そのために時間も金もかけた。詳しくはまた後で。ここにもそろそろ殺が来る頃や。名前くらい名乗っていけ。八代目近江連合直参、渡瀬組の鶴野と言います。渡瀬組だと。うちの親父はあんたも知っての通り、渡瀬勝、近江連合本家、つまりは実質あんたに力を借りたいっちゅうも親父。騒がせて悪かった。すぐに出ていく。誰か血だけ吹かせてくんねえか。そういうことでしたらこちらへ。すまねえ。
助かった。いや、俺らは別に、あんたも俺たちはもうビビっちゃって。ここはホームレスのたまり場、住み着いてんのはみんな。例えばほら、あそこのテントの主は何日か前なんて銃で撃たれた。いや、もう今もあのテントの中で寝てん。大きな声出すなよ。あんたはもう撃った方が良さそうですよ。俺らは警察に何も言いやし。分かった。